軽くなる。左行っちゃうからね。どこ行くの？ジャイポ。あ、じゃあってルート。ジャイポは分かってる。あの湾岸線から行く。行ける？うん、大丈夫。リタッチも動いてない。やばくない？鳴らされちゃうから。マジかよ、最悪だ。どうすんだよ。ギリギリ。いけた。これでいけるなら多分大丈夫。なんでこんな動かねえ。でも、あ、これも右折かのかな。左折か。してるかもしれない。まもなく矢口立教を下を左方向です。してないじゃん、お友達。何もしないじゃん。何もしてないじゃん。何もないじゃん。あ、待て。待て。こんなに動いちゃうとめんどくさいな。めっちゃ動いちゃう。新しょっぱなから。え？昨日の反動じゃん。今日ひどいね、この時間帯にしては、全然動いてない。これだけなの？進んで1台分ぐらいな、どっちが混んでるのね。まっすぐだと思う。なんかイベントでもやってるのかな。左の方に普通に警察官って誰か捕まってたの。いい、多分スマホだと思う。それかシートベルト。まあスマホだろうな。左方向です。これで行けてる。人歩いてるよ。うん、してるよ。本当だ、サバイオンマジやば。あそこ絶対混むよな、直進。車の交通量あるから速いとかあるんじゃない。なんかそういうのもあるの。そういう設定じゃなきゃ。駅、うん、いつも私平気って聞くけどさ、ダメなタイミングじゃいかねえよって。ポメロニアが出てきたマンションから。でも多分平気って聞く癖は、意地悪だ。
時期的に昔っぽいなっていうのはあるけどね、もうマスクしてなくて半袖の時点でだってもうなんか今じゃないんじゃないとか、もう 2,3 年前とか。でこれで今やってるやつはバカなんだよ。でもやってるやついるからすごいよね、あるよね、うん、だからそういうやつマジでちょっと精神科行った方がいいと思う。マジで心の病気だと思うよ、あれでやっちゃうのって。マジでなんかそういう構成メニューみたいなトレーニングとかなんかした方がいいと思う、あれリハビリかって思うよね、マジで。あれ見てよくやれるよなって。まあ謝罪したところで許してもらえるわけないよ。まあ親もだんだん分かってたんじゃないかね、あれはスシローの件に関しては。高校も自主退学とか書いてあったけど、ニュースで。まあでしょうねって。ちょ、マジで言ってただ、なんだろう、関係ない学校とか変な誹謗中傷の電話とか嫌がらせの電話するのはちょっとお前らの精神科行った方がいいってなって。寿司食ってるバカみたいな、関係ないよねとか思って。学校門の前で寿司食ってる、学校関係ない、そもそもそこで働いて、あ、働いて学校行ってる子供たち、そして教員とかなんか関係ないんだからやめてやるよって、あれはさすがに思った。だからスシロー側もだってそういう本人たちに対するのなんか誹謗中傷じゃないけどそういう攻撃な行為はおやめくださいってなんか言ってたよね。なんか今あれ流行ってんの、変な YouTuber。 誰？この間の。あ、違う違う、最近またなんかやったのよ、ドンキ。なんだドンキかよ、うん。床を叩きながら喋ってる瞬間に、なんだこの人だって。あ、その買えなかった人が。そう、本当に今日は頭に来てます。そんな動画来たりするの頭してねえだろ。その人もだから病院行った方がいいって、うん、やばいよそれ。なんかあるよね、そういう心の感情をコントロールできない病院行きじゃないの、あれ、それって、まあね、なんかあるよね、ヒ素を起こしちゃうの。あるある。なんか前ニュースで見てた。あ、でもな、それで本当に苦しんでる子供たちと一緒にしたらかわいそうだからやっぱ死ね。見てて、ああそうなんだと思ったけど、だってだ動画回してる時点で怪しいと思うけどね。でもだってルールとしてさ、その店で儲けてるルールがあるわけじゃん、うん、あの購入際には年齢確認。そう思うんだけどさ、卑怯だよね、ああいうなんか自分のさ信者を取り囲ってさ、ね、一方的に叩くみたいな。そうそうそう、それでドンキ叩くようになったんでしょ。みんなにすげえなんかバカにされてたけど、うん、だって身分証って聞かれたのに持ってなくて買えないのは普通じゃないの。顔の面積が広いねとかすげえ可愛いですね。顔がちょっと面白いらしい。顔が面白いから脳みそ足りないんじゃない。何やめろよ。大概辛辣だな私の。自分でもたまにびっくりするぐらい辛辣なこと